全室デュプレックスタイプのサービスアパートメント、ハウマッチ。サンディーカー、石井恵里です。今日ご紹介する物件はラマダスクンビット48です。スクンビット48ってオンヌット駅から、まあ、徒歩ほんと 5,6 分くらいで着きますし、隣にね有名な焼肉屋さんもあって、駅前には大きなスーパーもあって、とっても便利な場所にあります。オンヌットにサービスアパートがあるって今日聞いたんですよ。珍しくない？本当なのかなって今ちょっと信じきれてないので、早速中に入ってみましょう。楽しみだな。なんかさ、すごい新しい感じがするんですけど、ここどれくらいか知ってます？しかも結構新しい、2020。そうなんだ。え、開けた瞬間いきなり階段がある。メゾネットタイプだ。すごい。あ、綺麗。やっぱり新しい感じがすごいありますね。メゾネットタイプのお部屋のいいところって、この天井がドーン高いから、すっごく部屋が66平米よりも広く見えるんですよね。わあ、見て見て、このオンヌットビュー。じゃ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 ん。すごい、オンヌット一望できますね。オンヌットだね。なんか今まで見てきた景色とはちょっと違うよね。マンローとかみたいな高層ビルディングばかりじゃないので、周りがちょっとのどかなね雰囲気もあり、今日は12階の66平米2ベッドルームのお部屋です。今まず玄関から入ってきましたよね。右手には階段があるんですが、左手意外とスペースがあるんですよ。で、私だったらここ靴箱自分で買ってここに置こうかなと。ああ、だって靴箱ない物件多いからね。そうそうそう、でもタイはそれ普通なので全然いいんですけど、自分で買ってここに置けるスペースがあるのがすごいいい、うん。で、こちらちょうど私くらいのサイズの冷蔵庫があります、うん、十分ですよ、1人2人暮らしだったらね。もう10人家族とかだったらちょっとちっちゃいかもしれないんだけど。で、こちらキッチンですね。見てください、またなんかおしゃれなキッチンでね、ちょっとさ、こう大理石風なデザインで、サービスアパートなんで、もうこういった食器類とか、イエーイ、カトラリー系も全部ついて。ちょっと待って、こんなおしゃれな、なんかこう湯沸かし器ある？これ湯沸かし器なんだ。湯沸かし器ですよ。コーヒーコーヒーメーカーでしょ、うん。おしゃれじゃない。しかも全部黒で統一されてて、ちょっとスタイリッシュな感じにしてくれてる。サブトルームなので全部4つずつあります、うん、4人家族とかで OK ですね。お友達が来てもいくらでもコーヒー出せます。ほら、調味料バーって、うん、私ね、ふりかけとか結構置きたいんで。ふりかけじゃないよね。ふりかけじゃない。で、こちらコンロですね。2口です。こういうコンロだとさ、掃除しやすいからいいよね。さすが主婦目線。そうそう、まあ、掃除ね、あんま好きじゃないんだけど。はい、あ、こちらなんとまな板ついてるじゃん。まな板と包丁、シャキーン。こういったものもついてますね。買わなくていいんだよ、もう何も。このシンクの人、あ、出た、この組み込み式ゴミ箱。これ便利よね。入って便利。収納結構多いんじゃない、キッチン周り、うん、多いね。いいですね。で、電子レンジがちゃんとあります。もうね、タイ生活は料理しなくても電子レンジあればどうにかなりますからね。可愛らしいよ、このテーブルたち。家族でご飯を食べるのもよし、お友達を呼んでここで飲むもよし、お友達もたくさん呼べます。ちなみに今回デュプレックスタイプと言われる2階建てなんですけど、特徴があります。特徴？問題です。はい、何でしょうか。え、何これ問題。デュプレックスタイプにある特徴です。階段があるタイプにある、はい、特徴が1個あります。なんかハリーポッターが住むような部屋がある秘密の扉。そう、秘密の扉。ハリーポッターの階段の下に住んでますからね。あ、なるほど。あ、近いですよ。その発想は近いですよ。階段の下に、やばい、なんか誰かの部屋がある。部屋がある。ちょっと上げてみましょう。おしゃれなバーに繋がってる。そういうの言い過ぎじゃない。え、これでもどうやって開けるの。あ、開いた。なにこれ。すごい。ちょっとここまでしか開かないんですけど、見えますか。階段の下、一応収納になってるのかな。そうです、階段下収納。え、これめっちゃいい。なんかおしゃれすぎると一見収納が少ないのかなって思うんですけど、この階段の下に収納があることによって、普段使わないゴルフバッグをね、あんまり使わないんであればここに置けたりとか、日本からいっぱい持ってきて冬服をねこの辺に置いたりとかできるから、これはさすがデュプレックスですね。そう、いいですね。いい。あと、ここで隠れてわみたいな。いや、一覧に階段から見えてるから、わーじゃない。階段からは見えてる。階段からはこう見えてるから。で、リビングはこちらですね。大きな窓。もうそれこそね、デュプレックスの醍醐味。大きな窓があって、そこにソファー、おしゃれなカーペットに、大きなテレビが目の前にあります。これテレビは日本のテレビとか特に今のところ入ってないですね。オプションです。結構ここサービスアパートなので結構いろんなサービスが。基本的にはインターネット、電気、水道、メイドサービスまでは入ってます。メイドサービス
もあるんだ。もちろんです。すごい。週何回ですか？週3回です。すごくない？そんなに入ってくれるの？オンヌットだよ。オンヌットでこのサービスアパートって今まであんまなかったんですね。うん、そう聞いたことないので私普通にびっくりしてます。オンヌットも変わったな。これ今何年でしたっけタイ？今もうタイ8年、丸8年いるのでオンヌットにサービスアパートがあるなんて聞いたことなくて、今日絶対そういうドッキリかなみたいな思うんです。ドッキリ？ハウマッチドッキリ？そうそうそう。1階にしかお手洗いはないんですけど、こちらコンパクトなんですけどすごく綺麗で、本当にあの築浅なのが分かります。バスタブがね、見て可愛くないですか？ちょっと入ってみる？どうぞどうぞ。ちょっと私がサイズ確認します、うん。でもシャワー見てくださいよ、レインシャワーがちゃんとついてる。レインシャワーともう一つのこちらのシャワーがついてますね、うん。あ、私足届かないよ。155センチくらいの私でも足が届かない。意外と大きいですよ。横幅大きいね。そう、横幅が大きいので、あのカップルで2人で入りたいっていうのも全然できます。すごい、これ珍しいね、このタイプのバスタブ。せっかくなので水圧チェックもやってみよう。今のところさ、デュプレックスのいいとこしか見えてないからさ。来たよ。はーい。あ、意外といきなり強いです。あ、すごい強いんだけど。今ちょうどお湯にもなってきました。早い。5点中何点ですか？5点中 4.5 くらい。温まるのも早かったし水圧も強かったのでこれかなりいいです。一応ですね、ベランダがこちらについています。まあ、ちょっとちっちゃいんだけどね、まあ、多少息抜きするくらいだったらいいかなと思って。でしかもここに洗濯機が外付けされています。ドライもありますね。あー、そう、いいですね。そうそう、なので、ね、ベランダが小さいとね、干せないからね。そう、干すとこないと思うんですけど、ドライ乾燥機ついてればここで全部終わるのでもう楽ちんです。メインの寝室っていうのかな、この1階にある寝室はこちらですね。もうここすごい大きいじゃん。うん。これ景色見えます？ちょっといい感じ、ハイウェイかな。今日ね天気が悪いのであれなんですけど、天気が良くて夜景が綺麗に見える日だったら多分すごいいいと思う。キングより大きく見える。ちょっとキングサイズですね。部屋の横幅が広いから結構大きく見えますね、うん。ドン。あ、いい感じ、ふかふか。ベッドも大きいですし、ふかふかですし、もうなんかほんと文句ないね。で、こちら勉強机的な、お仕事机的なものがありますね。デスクもあるのはいいね。こういった収納が1、2、で、こっちにもあるんですね。3、4、5、6。6あるので、かなり収納も多いんですよ。デスク広いな。ね、こういったちょっと大きめのね、収納、バッグとか置けたりするかな、がたくさんあります。これも1、2、3、4、5、10個あるので、かなりね、たくさん置けますね。はい、じゃじゃーん、おしゃれだな。なんかちゃんと電気がついてるので見やすいですね。で、ここにたくさんかけることもできるし、ちゃんとパスポートをしまえる場所もあります。皆さん大丈夫？ね、サービスアパートですからね。いや、メールさん入るから。靴下だったり下着を入れるような収納が4つついています。はい。あ、バスローブついてんの？スリッパがついていて、こっちはハンガーが2段かけられるようになっています。階段をね、上がって、わずかの大きなベッド、ね、こっちもキングですか？クイーン、クイーンかな。でも十分だと思う。クイーンってこんくらい広いんですよ。全然2人でも寝れるし、詰めたら3人でも寝れます。狭い狭い。で、そのまま後ろに収納があります。結構ね、ここのスペースが本当に広くって、うん、まあ、ここで反復横跳びむしゃむしゃできるし、怒られるよ。なんかここで喧嘩しても大丈夫、その奥様と1階と2階でね、別居みたいな、反別居みたいな。そうそう、分けられるから、あの2階に上がってこられみたいなこともできます。で、こちらまず本棚っぽいものがありますね、うん、こういった棚があって、で、こちらにね、ちょっとした見られたくない大きなものとか入れられますし、やっぱりさ、天井が高いからさ、収納を作りやすいのかな。うん、そうね。で、こちらがお洋服を入れるクローゼットですね。あ、これ電気ね、消すこともできるんだ。あ、すごいね。ピッ。で、こちらもね、あー、いい感じに、ちゃんと最初だけかもしれないんだけど、タオルとドライヤーついてますからね、ちゃんと。すごいね。セーフティーボックスって2つあるんだ。ねえ、セーフティーボックス2つあるの珍しいと思います。こっちも収納がちゃんと2つついています。こっちもね、すごいおしゃれな物件だな。こちらが40階にあるジムです。実は3階にもジムがあって、40階のジムの方は有酸素系の運動ができる器具が揃っているらしいです。で、もう1つのジムにやってきました。ジムがね、2つあるってすごいよね。で、こちらです。綺麗、もういろんな服が揃っています。プールはロビーから入ってすぐ1階にあります。こちらです。小さな子供用のプールもあるので安全ですね。
本当だ、なんか室内プールっていう感じなの、ちょっとそんな感じでもね、あっちまで行くとかなり外の光が入るので、ね、いい感じですよ。なんとこちらですね、立体駐車場なんですよ。めっちゃ珍しくない？ 1.55 メートルのセダンタイプしか止められないんですが、もう少し高い2メートルまでの車はあのホテル棟の方に止められるらしいのでご安心ください。はい、エリちゃん、ハウマッチの時間がやってきました。なんといってもオンヌット駅なので、ちょっと私ここの価格帯わかんないんだよね。じゃあ僕の方で簡単におさらいしていきますね。はい、エリアとしては BTS オンヌット駅徒歩6分、物件は2020年築40階建ての物件でした。今日見たお部屋は2ベッドルーム66平米でデュプレックスタイプでしたね。これ2階建てになります、うん、サービス内容としてはインターネット、電気代、水道代、メイドサービスが込みになってます。すごい。ファシリティとしてはプール、ジム、あとホテル棟があるので朝食会場もあります、うん、あーなるほど、これはむずい。いきますか。はい、じゃあエリちゃん、おいくらからでしょうか。5万5000バーツから。バンコク、部屋探し、リノシー・タイランド。リノシータイランドは日本で上場している GA テクノロジーズのグループ会社です。タイにもあるんだ。タイでの賃貸仲介契約実績は1万4000件以上。どんなサービスがあるのかな。リノシータイランドでは豊富なサービスをご用意しております。まずはお問い合わせしてみよっと。2ベッドルーム6万バーツから。今日の動画が良かったらいいねボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくね。